登って、一、二、三、はい、一、二、三、背の背登って、アリスも、一、二、三、一、二、三。よいしょ。はい、アポも上がって、アポ、こっち乗れる。一、二、三、アポ、一、二、三。はい、あダメ。<laughs> 皆さん、こんにちは。<laughs> ジュディ・ヨーグです、えー。今日も楽しいお話をいっぱいお届けしたいと思います。 私を見ているのは私がこれを持ってるからなんですけれども、えー、食べ物っていうのは人間にとってすごい大切なんですよね。もちろん動物もこれがエネルギー源で人間は生きていくわけでこれがないとダメなわけですねしかしちゃんと食べないといけない。つまり 自分の細胞に今細胞がどういうふうになっているかということを理解してそれの補いをするとか、えー、いらないものを流し出してしまうとかそういう食べ方をすると健康でいられるという、えー、中国の言い伝えがあります <Welcome. S 1> 人間の体を病気しないようにするって何だろう、えー、中国には善意 善という言葉がありますというのは上つまり胃意というのはお医者さんの胃ですからいいお医者様上級な上等なお医者様は治治すという字ですね三点水にいという字ですね治胃病未来の病気未病つまりいいお医者さんは病気しないようにすることを、まあ、治療をするというかそれを えー、防備することを教えてくれるこれがいいお医者さんということですねでも本当言うと一番いいお医者さんはお台所に立っている人毎日のご飯をどういうふうに考えるかということがその、えー、家族なりご本人もそうですよの体をその季節に合ったないしはその時の体の状況に合った食事を作るそして健康になる。 いうことです。長く難しいことを今日いっぱい話してるから。しかし実を言うとこれがね。まだ見てるからあげよう。ます。これが自分の生涯健康でいるための、えー、実は秘訣となるわけですね。で、体が健全だと人間はね。健全な考えを持つことができる。そしてまあ、頭が病んでいたら体も病むんですね。 両方大切なのしかしどっちから行くかっていうのはそれはまあじゃあ今日は体を良くしてそして健全なポジティブなマインドを持ちましょうというお話にしたいと思います、えー、世の中にはですね実は言うと薬膳と呼ばれる、えー、食事がありますでこれ難しいなと考えなくていいんですよ 薬膳は、あもう何、猿の腰掛けなんて考えちゃうと、難しくなっちゃう。あれは、どっちかというと、ちょっと漢方に近い。えー、薬師様は漢方の方ですね。で、農業のお神様というのが、この。えー、いわゆる、今、私がご紹介しようと思う薬膳なんです。しかし、考えは少し盛り込んでいるのね。というのは、昔、その薬師様というのを山を歩いて。 草を摘んでこれはこういう体の状況の時どうだろうって噛んであっと毒したらお茶を飲んで解毒をしてっていうそういうふうな自分の体を持っていろいろなこの薬を開拓していったのが始まりだと言われています。じゃああ、えー、そのの考えを持っって私たたちがが実は食べるもの全部熱があったり 平たい何にも別に体の熱には及ばさないけれども栄養があったりそれから活火して熱があるときに取る燗つまり冷たいものがあったりするわけですねちょっと置いてみますね皆さんここに書きました「恩」温というのは今言いましたように体を温める、えー、病気をしました。 巨弱になりましたさあ回復したいという時は体が実は「虚弱の強というのは冷えてる体の根本が力が力ないそういう時っていうのは恩のものを食べてグッとこうパワーを上げてくるための恩「平」は今そっちでもこっちでもないけれどもなんとなく力が欲しいなと思う時それは、えー、平のものを食べるんですね。 で栄養をグッと上にどん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 蓄えていく熱ではなくてで缶というのはあもう今日ゴルフいっぱい行ったとか外でいっぱい遊んだ後もう日,射日,日射病とか熱中症になりかかってる時なっちゃっててもですよ缶のものを食べるそうすると熱全部取って熱を取るその、えー、力を持った食べ物ですそれがグッと引っ張って外に出してくれるんですね。 これを上手に取り,、まあ、取り込んでいくと健康に年を重ねていくことができるという言葉になります。さてじゃあ何が「恩」で何が「平で感「かまあ実を言うとねもっと多いんですよ。「恩」の上に「熱」っていうのがあるの。で「恩」で「平量」つまり涼しいそれから感「そうなん」。ですけども それ全部覚えてたら頭おかしくなっちゃうから、とりあえず、恩、平、漢の三つを、これを紹介したいと思います。じゃあ、まだ食材を見てみましょう。何が恩平漢なのか。これが恩の食材。僕たち、お座り。はい、ありがとう。そして、これが平ですね。お魚なんての平なんですよ。そして、最後に、今ね、一番。 熱が口の中でもに熱中症とか言ったらこういうものを食べるといいんですね。これがカンです。ちょっと見えにくいのでこうこうしましょうか。こうやって見えやすいですね。はい。でまず今、えー、季節的には熱取りをしたい時期なんですね。まだ暑い。 えー、残暑がある体の中に熱がこもっててゴルフ行ったら唇にブクってできちゃったとか目が真っ赤になっちゃったとか、えー、ありますねそれがね熱が起きててるって言うんですね血圧高くなっちゃったとかそういう時はスイカを食べましょうそれからウリかキュウリとかあのトウガンとかこれ全部熱を取ってくれるんですね。しかもここののの、えー、番すごいのはこの、えー スイカの中の成分には、もう全部ディトックスをしていくっていう力があるんです。で、ここに、中州、お静かにどうぞ、えー。あの、沖縄に行くと、売り買って全部そうなんですけど。沖縄に行くと、あのゴーヤーチャンプルってありますよね。あのゴーヤっていうのも、すごいね、そをするんですね。ねよくやっぱり、あの。その土地に。 あったものだなと私は思いましたでここにねなぜか春雨が入ってるんですけども緑豆の春雨っていうのは熱取りなんですね。で豆腐は実を言うとお豆は平なんですけれどもにがりを入れるとこれが熱取りの方に属するわけです。だから北欧お豆腐食べてあったかくなってよかったわ違うの。 ある薬味があるじゃないですか。生姜とかネギとか、そういうものをたっぷりいただくので。それで、熱を補うことができる。でも。お豆腐自体は熱をそんなに上げてくれ、上げていくものではないです。もちろん、えー、トマトは熱取り。で、大根も、あら、ほうろふき大根食べて、私今ほくほくだある。その時だけ熱いもの食べたから汗が出てますけれども。大根自体はだいたい熱取りなんですね。 それが大根です。そしてなんでここに豚肉があるのって動物の良質タンパクとして他の肉と違って豚肉のみが熱を上げない。ですからゴーヤーチャンプルっていうのはやっぱりねあ,あよく考えたもんだなとゴーヤーでしょ豚肉でしょそして卵と絡めて失礼。だから そういう意味ではあれはやっぱりやっぱり沖縄で生まれてるんだなということがよくわかります。さて次に行きますね。今そんなにあっちもこっちもじゃないけどなんとなくもうちょっと栄養を与えていかなきゃいけない。そうしたら一番代表的なのはこのキノコ類です。キノコは兵なんですよね。だけどすごい需要競争力の力があって、えこうやって。 あのお腹の方を太陽に向けて干していくと、ビタミン D が増えてきます。あの干し椎茸なんてもっともっとすごいですね。でも、こうやってあの日に当てて、ここに、ここにですよ。こうじゃなくてね、ここ,こに火を当てると、これビタミン D がものすごく増えてきて、マッシュルームでも何でもキノコは必ず食べましょう。今のこの、えー、体の中の免疫を起こさ、あの大きく強くしなきゃいけない時というのは。 きのこをよく食べることですね。それから熱を起こさないで食べられるのがお魚ですね。鯉とかまあこういうふうな白身のお魚とか。それからあのここにはイカがありますけどもイカも兵です。魚介は割と兵が多いけどもでも勘違いしちゃいけないのがあの貝柱。貝柱は乾燥貝柱は熱を与える。でもそのままの生は兵なんですね。 不思議なものです、えー、太陽がもたらすことだと思いますお芋とか豆さっき言いましたね豆類は兵なんですね魚介類そしてこの、えー、食べてずっともうこれもう年中食べてください、えー、椎茸そしてオンを話をしましょう、うん、オンって言ったらやっぱりあの三つの,あの一番、えー、三薬味と呼ばれている ニンニク、生姜、ネギ、ね、は間違いないですね。で、ウリカに見えるんだけども、かぼちゃだけはオンです。で、玉ねぎ、もちろん玉ねぎオンですね。だからあのオニオングラタンスープなど温かくなるんですよ。で、パプリカとかピーマンっていうのを見たかでもちょっとほ唐辛子に似てますよね。これオンなんですね。そしてよく昔はね、赤ちゃんを産んだ,産んだ後のお母さんは、 鶏のスープを飲みなさいって言うんですね生姜鶏のスープそうお乳がいっぱい出るとで昔の時代はそんなに栄養がなかったのでこの鶏肉を食べるということは赤ちゃんにおっぱいいあげる体力がつく熱が上がる赤ちゃんを産むということはエネルギー全部出しちゃうわけですからそれを補わなきゃいけないというのは恩のものを食べる。それが この鶏肉であったりそれからなぜここにラムがあるかというと実はマトンとかラムというのはガーッと熱を上げるんですねもちろん牛肉も上げますけれどもあのジンギスカンあの寒いモンゴルのあっちの方地方でやっぱりね羊食べたりラム食べたりするんですねそれは体に熱をグッと上げてくれるからなんです。ななのののでこれららのものをちょっと、えー、なんかあの風からの 立ち直ってきたけどまだまだっていう時にはこういうもので中のパワーを上げていくいわゆる温のものを食べたらいいということです、えー、これらの食品の対極線が人間の体だと思ったらいいんですね体が缶だったらば温のものを食べるそしてもうなんか熱が上がってる血圧が上がってる目真っ赤かこれは熱ですから温になってますねそしたら缶のものを食べる で全体的にいつも食べていいのが真ん中の「へい」こういうふうに考えると分かりやすいですね。はいいお医者様は未来の病気を治す。それはキッチン いいお話したかしら、今日なんか自分で、自分が感心しちゃいましたけど、失礼いたしました。というわけで、今日は、えー。簡単な優しい薬膳のお話をしました。また、あの、チャンネル登録してくださいねそしては。日本語がおかしい。それでは。またお会いしましょう。バイ。見てね、またね。